東野圭吾ミステリーズ、小さな恋の物語と言っても、恋は恋愛ではなくてわざと意図的の方の恋だったわけで、あなたのせいじゃないという佐伯陽子の言葉にあんな真実が隠されていたとは。びっくりしましたね。まあね、偶然が重なっていく、その中にほんのちょっとの意図的な行動が入ってしまうだけで、こんな悲劇を生んでしまうっていうのもね、まさかまさかの結末で、一番意外だったのが、彼氏の達也の方が陽子に執着していて、で逆に陽子の方は達也と距離を置きたがってたってこと。だからこそ陽子は達也の転落を期待して、あの鏡からの光に気づかせたっていうことなのか。これ果たして実際には陽子は何かの罪に問われるんじゃないかと思う。そうですね。ただ陽子がしたことっていうのは、達也に声をかけただけで、それが原因でこう落ちて死んでしまうっていう先読みができてるんだれば、立派な犯罪なような気もするんですけど ね、例えば未必の恋っていう感じでね、はい、まあ殺人に値するとか、まあそのあたりまではドラマでは描かれてはなかったんだけど、はい、でもこの物語どっちかっていうと本質は青春学園もので、よくある男2人女1人による三角関係の恋愛ドラマ、それにちょっとしたスパイスを加えただけで、ものの見事にミステリーに仕立ててしまってるっていうのは、さすが東野圭吾っていう感じなんだけど、すごいですね。ところで、今回の小さな恋の物語に関して公式サイトのディレクターズチェックでは、担当の並木道子監督がこんなコメントを、はい、小さな恋の物語は本当に切ない高校生の片思いの話です。ですので若い人には共感していただけると思いますし、大人の方が見てもこういう時代もあったなと懐かしむことができる空気感を大事にしました。ミステリー謎解き作品ではあるんですが、大人になりきることができない不安定な年頃の人たちの気持ちを描きたいと思ったんです。その時に偶然にも起きてしまった悲劇の真相はとなっていきます。東野圭吾さんの原作は1980年代に書かれた作品なので、ドラマ化にあたっては現代風にアレンジさせていただきました。でも東野さんが描かれる普遍的なテーマ、人間の揺れ動く気持ちや関係性などは同じですので、ドラマでも丁寧に組み上げています。三浦さんや春さん、大野さんとは初めてご一緒させていただいたんですが、皆さん真摯に役と向き合ってくださいました。特に三浦さんの芝居に対するモチベーションが高かったので、逆に私が刺激を受けました。ものすごく役について考えている繊細な方ですね。ただ皆さん20歳以上なので、リハーサルの始めは高校生に見えなかったんです。そうしたら皆さんで高校生の気持ちを作るんだって、全員でジャンプしてテンションを上げて収録までには若返っていました。それだけ真剣に取り組んでくださったんです。本当にどんどん高校生になっていきました。全般に地方ロケで天気に恵まれたことで、ストーリーは悲劇なんですけど、眩しい太陽の下にキラキラした青春真っ只中、登場人物たちが息づいています。映像が明るくなることで対比的に切なさや悲しさが増すような感じです。ですから細かくカットを割らず、広い絵を撮るだけで彼らが存在するという空気感を表せたのではないかと思います。はい、まあそれにしても三浦春馬っていうのは、実年齢22歳の今でも本当に爽やかに高校生を演じてしまえるっていうのがすごい。すごいですね。でちなみに陽子役の春の方は21歳で、二人はそれぞれ公式サイトのインタビューでこんなコメントを、はい、まずは三浦春馬、今回は僕にとって経験してきた高校生時代の気持ちを振り返りながら演じるという試みになっています。ですので高校生の現役真っ盛りの若い役者さんには出せないような深みみたいなものが少しでも出せてたらいいなと思っています。あの時に感じていたことには本当はこういう意味があったんだ、とても繊細なものだったよね、でもあの頃の自分は気づけなかったという感覚です。そこまで量を作っていく時間はないんですが、それでも丁寧に一生懸命に演じようと考えていました。で一方の春の方は、台本を読んだ時、私が演じることになった陽子が何を考えていて何がしたいのかが最初はさっぱり理解できませんでした。ですのでそんな陽子をどうやって演じようと考えさせられてしまいました。でも撮影に入ったら並木監督がいろいろなアドバイスをくださいました。私は基本的に現場へは自分の考えを持ち込まないようにしているので、監督からいただいたお話は陽子を演じる上ですごく助かりました。そして気づいたこと、どんなシーンを演じていても陽子はどこかに居心地の悪さを感じている、そんな感覚に私自身もなってしまうんです。それは私が素直に感じたことなので、こういう気持ちでいいんだとその感覚のまま陽子を演じていきました。
やはり仲の良かった達也が死んでしまったことは陽子にも大きく響いているんだと思います、はい、まあ本当にねこの二人、はい、爽やかさと切なさっていうのをしっかりと演じてくれた、うん、すごいですね、うん、で特にね春の演じた陽子っていうのは、はい、結果的にはストーカーにさえなりそうであったあの達也からある意味逃れることができたわけだし、うん、真実を亮に告げることによって自分が抱えていたその重さっていうのをいくらかはきっかけとなった亮に押し付けることができた、うん、かなり結果オーライっていう感じなのかもしれない。でもねその罪に問われる問われへんっていうのは法律上の問題であって、うん、やっぱりどっか引っかかるっていうのがありそうな気はするんですけど ねこの先、うん、ということで、はい、何はともあれ東野圭吾ミステリーズ、うん、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、